はいどうも、チャンネル変わらんど川本文明です。今日はですね、こちら株式会社ターリンインターナショナルさんから発売されているカプセルコレクション武将甲冑極みをやってまいりました。それでは行きましょう、チャンネル変わらんど。さあ、というわけで今日はですね、あの株式会社ターリンインターナショナルさんから発売されているカプセルコレクション武将甲冑極みをやってまいりました。出ました、武将のね、あの甲冑はまたかっこいいんですよね。またね、それぞれに個性がある。やっぱこういうね、時代はいろんな自由度が高いじゃないですか。こういう時代って、まあ今ね、現在はもう自由度高いからいろいろね、アピールするものあるじゃないですか。例えば洋服とかね、なんか何でもあるじゃないですか。アイテムが、帽子とか何でも、時計でも何でも、そのアイテムがあるんですけどもね、あの時代、戦国時代でもやっぱその甲冑という表現ね、自分たちの個性というか、それすごいなと思って。みんなそれぞれ個性、派手なものが好きな人は派手に着飾ってるしね、渋い人は渋く着飾ってるね。あの中にですね、すごくロマンを感じてしまう私は、そのね、甲冑、今回極みということで、もう名だたる武将たちがね揃っておりますので、その気になるね、ラインナップいきたいと思います。それではいきましょう、ラインナップ。さあ、まずはこちら、織田信長。うん、来た、これは欲しい。織田信長は憧れるわ、かっこいい。だいたいみんな好きでしょう。好きっていうか、まあかっこいい、強い。あと役者さんでね、演じたいんじゃないですか。みんな信長は憧れじゃないですかねえ。これはまた甲冑がこれなんですよね。西洋のなんかよく見るの、あのシルバー系の甲冑みたいに着てるじゃないですか。でもなんか説に、一説によると、なんかそのシルバーの甲冑ってなんか本能寺の変があるでしょ。信長が亡くなってしまったと言われる、あの本能寺の6年後ぐらいに日本に来たって噂があって、あれは着てないんじゃないかっていう説もあるらしいですよ。まあどうかわかんないんですけど、僕もすごい詳しいわけじゃないんですけど、ちょっと調べたらそうだったんで。だからこのね、信長が着てたこの甲冑ね、なんていう甲冑かですね、調べたんで、後でね、出た時にはちゃんと読みながら、これ難しいんですよ、また。はい、なんでぜひ僕はね、この信長絶対欲しいです。はい、さあ続きまして、こちら豊臣秀吉、出ました、猿ね。少ない知識の中で言った猿ですよ。はい、いや、豊臣秀吉はすごい派手好きですよね。かっこいいな、この甲冑、やばいな。なんか派手好きだってね、言われてまして、甲冑派手な感じで作られてるそうですよ。なんか機能性も良かったらしいです、これがまた。はい、さあ続きまして、こちら徳川家康。いや、出た、これもまたね、徳川家康はもうあれで天下統一、天下人ですよ。統一してますんで、すごいですよ。このもう今言ってるこの武将たちはもう半端じゃないですよね。これですよ。もうでもなんかあれなんでしょう、徳川家康、僕詳しいわけじゃないんでごめんなさいね。ずる賢いとか頭が利くなんてよく言われてますもんね。なんかタヌキみたいなこと言われてますもんね。でもやっぱ甲冑は立派ですね。はい、さあそして最後はこちら、伊達政宗。出た、この3人の武将の中に切り込んできたのがこの伊達政宗、独眼竜政宗ですよね。かっこいいなー、この人もなんか派手好きっていう噂がありますもんね。なんかかっこいいよ。紫なの？やばいな、これ。いやー欲しい。毒卵って言っちゃった。毒卵って。毒の卵みたいになっちゃったよ。フグの卵みたいになっちゃったよ。違います。毒眼流ね。かっこいいな。フォルムもかっこいいですしね。伊達政宗は。いやーこれも欲しい。全部欲しいな。はい。さあというわけで、以上の全4種類を今回はですね、4回だけガチャってまいりました。それでは行きましょう、まずは1本目。
ばかり。まあ綺麗、カラーでしっかりと印刷されております。こちらね、あ、縦ですね、縦にこう織田信長ね、はい、豊臣秀吉ね、こちらが何ですか、徳川家康、そして伊達政宗、徳川家康、いや、かっこよくできてるでしょ、ほら、横、後ろ、これよくできてますよね、ほら、見てください、この子。ほら、甲冑、これ徳川家康。で、このままね、こう立ってね、飾られるんですよ。あ、見てください、このまま。ちゃんとこう立って飾ることができる。これよくないですか？めちゃくちゃいい。これ色の付き方も悪くないんですよ、ほら。で、後ろ見てください、ここ見えましたね、家紋がついてます、家紋付きでございます。そしてこちら、うわすげえ、これがですね、なんか関ヶ原の戦いで着たやつですって。まだね、なんか水牛の角みたいなすごい派手なのもあるんですけども、こちらがですね、有名な、関ヶ原、天下統一、ね、天下人に押し上げた、あの戦いで来たのがこちら。この頭かっこよくないですか？これなんすか？これ。ね、これがですね、伊予座ね、黒糸、脅し、銅丸、具足。ね。伊予座ね、黒糸、脅し、銅丸、具足。具足かな。はい。長いっすよね。これすごくないっすか？これ。よくできてる。この家紋ですよ。これがですね、有名な水戸光圀公の印籠についてるやつじゃないですか？これね。印籠についた家紋でございますよ。これが。ね、三つ葉葵。三つ葉になってます。三つ葉葵っていうね。こちらでございます。ドン。はい、これね。有名なね、印籠、この印籠が目に入らぬかの、この家紋、三つ葉葵、これが入ってるわけでございます。すっげえよくできてるな。いいな、細かいですよ、細かい。いろんな分、こう、胴の部分とかもね、造形もしっかり細かい。横の色の付き方。んで、これコスパいいっすよ。これ400円ですから。ほんで、大きさもある程度大きいんですよ。ほら、こんなでかい。で、これは並べて飾ったら結構いいですよ。クオリティ高いです。続きまして。2本目。パカリー。伊達政宗、かっこいい。紫の紐。このあたりも全部紫。よくできてますよ、これ。これかっこいいな。これ攻めてくるんでしょ。紫かっこいいな。よくできてるな、これ。しかし、ほら。これいいよね、甲冑。めちゃくちゃ良くないですか、これ、ほら。ねえ、そしてここに家紋がしっかりとあるの。これ、仙台笹だそうです。仙台笹。これね、なんていう名前か、ちょっと待ってください。読みますね。いくよ。これはですね、銀伊予座ね、白糸、脅し、銅丸、具足だって。脅し、銅丸、具足。銀伊予。ね、白糸、白糸ってどういうことなんだろうね。ね、銀伊予座ね、白糸、脅し、銅丸、具足。なんて言って、長えな。やばいね、これすごい。なんと、これ派手好きでしょ？派手好きな、ね、独眼竜さんなんですけども、なんとこれね、秀吉からもらった甲冑らしいですよ。まあ、派手な人が渡すのはね、こんな派手な甲冑なんでしょうね。秀吉が渡したらしいですよ、これを。すごいつながり、かっこよ。この甲冑できいいよね。ほら、これすんげえよくできてる。かっこいいな、伊達政宗。ねえ、家紋は仙台笹。なんか家紋9個ぐらいあるらしいですよ。で、これが、よく言われてちゃんとこの使ってた家紋らしいんですけども、いろいろあるらしいです。はい。ちょっと、そんなに詳しくないんですけども、ね、調べてみてください。はい。こちら、かっこいい。さあ、続きまして、3本目。パカリー。豊臣秀吉、これはすげえ、かっこいい。派手。もう赤、もう赤、派手、かっこよ。ここ何すごい五光が差してるよ。これ横もすんごいよ。後ろ見てかっこよ。赤しっ
かり入って、これはね戦国のあのねあの戦ってるあの広場ってどこ、なんていうのあそこ合戦場というか、そのそこでこれ馬乗ってこれ来たらやばいよ、大ボス登場だよ。ここ何、これね馬輪の葉なんですって。馬輪の葉をイメージした、29本の馬輪の葉をイメージして、これがすごいのがね、ここね金色にね彩られてるんですけど、これね木でできてるんですって。木で、なぜなら馬に乗ってこれが引っかかっちゃうね、その時にしっかりつきすぎてると、あの引っかかって倒れちゃうじゃないですか。これちゃんと取れやすくなってるんですって。しかも木でできてる、軽量化してる、軽いんですって、兜だから。わざと木で作って取れやすくなってるから、馬に乗ってこう木に引っかかってもこっちはちゃんと取れるようになってるっていう、その機能性も優れて、そしてかっこよい。やばいねこれ、ほらすごいよね。これがね、兜の名前がね、一の谷馬輪後ろ盾付き兜という、すごいねこれ、後ろ盾付き兜ですよ、馬輪の。でこちらがね、家紋ちゃんとついてます、五七の霧でございます。五七の霧ね、はい、こちらドーン、はい、これでございます。五七の霧、これですよ。これがさ、これすごくないですか。家紋ちゃんとついてますよ。五七の霧がついてます、ね。いやー、かっこいい。かっこいいな。さあ、この時点で4種類中3種類ということで、リーチ、ストレートでリーチ、ストレートリーチ。あとは一番欲しい織田信長だ。すっげえ3つ揃うとかっこいい。やばい、これよくできてるわ。というわけでラスト4本目、パカリー、徳川家康。うーわ、惜しい。徳川家康、こんな風に入ってます。徳川家康、これでございます。こんな感じで、うーわ、ダメだ、惜しかった、悔しい。さあ、というわけで、今日はですね、あのターリンインターナショナルさんから発売されている武将甲冑極みをやってまいりました。うわ、欲しい。わー、リーチまで行ったんですけどね。というわけで、以上チャンネル変わらんどでした。ありがとうございました。バイバーイ。やめられるか、織田信長が欲しいんだこっちは。泣きの5本目ばかり。泣きの5本目は織田信長来た、かっこいい。こんな感じ、色のバランスすごいよ、赤に金に白。うわ、かっこいい、色のバランスとこの兜の感じかっこよくないですか。いや、これすごいな、やっぱおしゃれだわ、やっぱり尖ってるわこの人、すげえわね。えアンテナ張ってるよ、おしゃれ、かっこいい。やった、織田信長家紋ついてます。はい、こちらね、木工でございます。こちら織田木工でございます。すげえかっこいい、家紋もかっこいいし、このバランスの良さ見て、これかっこいい、甲冑もうザ・カブトですよ。これがこのね、顔のこのなんか顔のガードみたいなのかっこよくないですか。こちらの甲冑が紺糸脅し銅丸具足、かっこいい、すっげえ、やばい、やっぱいい、よかった、泣きの5回目。というわけでコンプリート、出た、コンプリート、泣きの5回目でコンプリート、めちゃめちゃかっこいい、すごい良いでしょこれ。甲冑揃いました、コンプリート、すげえ全部かっこいいよね。やりました、本当にコンプリートできた、嬉しい。さあ、というわけで今回はですね、コンプリート見事しましたんでね、ぜひ皆さんまだありますんでやってみてくださいね。ターニーインターナショナルさんから発売されてるね、武将甲冑極み、極み、極まってるわ、極まってるよ。
すげえかっこいいんで、ぜひやってみてください。さあ、というわけでこの動画少しでも良かったな、役に立ったなと思っていただいた方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネルカワランド川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。コンプリート。